我が家では地震の時に、まあね、食器棚が開いて食器がね落ちないように、このようにワイヤーでドアストッパーを作って防いでいます。こちらのね扉の方はこのように U 字にしたものを引っ掛けてストッパーにしています。こんにちは、インターナショナルワイヤークラフト協会の土屋千恵子です。今日はワイヤーで作る便利グッズのこちらの扉ストッパーの作り方をご紹介したいと思います。こちらの扉ストッパーのいいところなんですけれども、ワイヤーにビニールコーティングがしてありますので傷がつきにくいです。使う材料なんですけれども、こちらの日本化繊さんの自由自在の1センチのワイヤーですね。あとですね、こちらの1センチ用の自由自在のハーフキャップを2個使います。はい、まずはじめにワイヤーを伸ばしていきます。まず手をね、体からまっすぐこのように伸ばしてください。で、そこに浅くこのぐらいですね、引っ掛けます。で、小指側に上から下に伸びているワイヤーの先端を見つけてください。そしてギューッとね、手をパーにしたまま横に引っ張ります。で、ちょっと1センチね、太いですので、こんな感じでゆっくりゆっくりでいいですので、手をパーにしたまま伸ばすようにしてください。で、こちらのね形で使うのは30センチですので、30センチ以上長めにねこう伸ばします。で、長めに伸ばした時点でワイヤーをねまっすぐにしとくと作りやすいです。こんな感じでね、まっすぐにしときます。はい、そしてこれをね30センチで切るんですけれども、普通のニッパーでも少しずつ切ることは可能ですし、あとはねこういった1センチを切るためのニッパーもありますが、はい、でこちらね30センチで切りました。ではまずこのね真ん中のところから曲げていきます。端と端をこのように持ちまして、くっつけるようにゆーっとねこのように曲げます。内側の方を持つと力が入らないですので、でこの原理を使って端と端を持って曲げるようにします。はい、そうしましたらここをこのように交差しまして、さらにギュッとねギュッと曲げていきます。はい、このぐらい曲げますね。はい、そしたら戻すように開きます。はい、でまたね端と端が同じぐらいかなっていうのを確認しながら、このね真ん中を平行にこのようにね U 字にしていきます。はい、でこの時点で一度ご自分のね引っ掛けたいところのスペースに引っ掛けてみてください。それによってこのね幅をね狭めるなり広げるなり調節します。はい、で次にここのねお山をそれぞれ作っていきます。でここなんですけれども、こうねしっかりやはりねここからここまでの長さでテコの原理を使って端と端を持って曲げていきますね。真ん中でギュッ、真ん中を作ったらね、ぎゅっとこう握るようにして曲げていきます。そうするとね女性の方でもこうね曲げることができます。はい、でここのねスペースもご自分の引っ掛けたいところにね幅を合わせてください。で今ねこちら右手で曲げましたけれども、利き手で曲げた方が曲げやすいですので、またこうひっくり返してここのねお山とこのね足を持つようにしてね、ちょっと真ん中辺で山を作りましたらぎゅーっと曲げます。はい、
で、こんな感じでできました。で、ここも平行、ここも平行、ここも平行っていう風にします。はい、この形にしましたら、ご自分の引っ掛けたいところに引っ掛けてみて、この、ね、幅大丈夫かなっていうのを確認してみてください。で、 OK でしたら、こちらの1センチ用のハーフキャップの方をつけていきます。こちらはこのようにね、ちょっと端っこを引っ掛けてくるくる回すようにして入れていきますね。はい、これで完成です。今日使いましたこちらのワイヤーとキャップですけれども、協会のオンラインショップからもご購入いただけます。あとは、お近くの東急ハンズさんですとか湯沢屋さんの方でもご購入することが可能です。テラストッパーいいんだけど、欲しいんだけど、ちょっと自分で切ったり作ったりするのは大変かなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ東急ハンズさんの方の素材売り場の方に行かれてみてください。じゃあね、曲げロックという商品として販売もしております。今回は、こちらのね、ワイヤーメーカーの日本河川の笠野社長様の方に、ご案内してもいいというね、許可をいただきましてご紹介をさせていただいております。ぜひね、地震に備えて扉ストッパーね、ワイヤーで作ってお役に立てていただけたら嬉しいです。